ウォーキングベースラインは、通常、スケールやコードノート、セブンスコードの4つの音符に基づいているわけではありません。コード進行に基づいているだけです。コードトーンではなくてコード進行。これには微妙な違いがあります。ウォーキングベースラインは、今、現在のコードに基づいており、そこからどのようにして、次のコードに移行するかの方向性を表現しています。例えば、Cm7 から F7 に移行する場合、スケールやハーフステップ、またはより広い間隔の音程を使うことができます。したがって、適切なウォーキングベースラインを決定するのは、ハーモニーによって制御されます。適切なウォーキングベースラインの原則を決定するのは、調和です。その点を見逃さないでください。ウォーキングベースラインの素晴らしい点は、誰もそれを所有していないということです。つまり、これが所定のウォーキングベースラインの原則であるという声明はありません。スタイルの所有権はありません。所有ということは、例えば、ジャコ・カストリアスがフレットレスのスタイルを所有しているかもしれませんし、ラリー・グラハム、あるいはビクター・ウーテンがスラップのスタイルを所有しているかもしれません。しかし、ウォーキングベースラインは、ハーモニー、つまり、調和の原則に基づいているので、それを学ぶには、先生が必要です。一つの方法は、自分でウォーキングベースラインを書き出し、先生に訂正してもらうことです。ただ、初めのうちは、少なくともあなたが慣れるまでは、先生が完全に書かれた楽譜を提供しない場合、あなたは学んでいません。ウォーキングベースラインは、絶対的なもので、例えば、レイ・ブラウン、ポール・チェンバーズ、デイブ・ホランドは同じ種類の音符を使用しています。そして、これらの音符はあなたにとって馴染み深いものです。そこにはあなたが以前に聞いたことのあるウォーキングベースラインがあります。これが馴染み深い理由は、その言語が誰にでも確立されているからです。したがって、ウォーキングベースラインの原則を学ぶためには、リゾリューション、つまり解決法について教えてくれるジャズの先生か、あるいはその他の方法で学習しなければなりません。また、あなたの耳を使って学ぶこともできます。ただし、繰り返しますが、ウォーキングベースラインの解決方法は、音階でもコードトーンでもありません。これらは、ウォーキングベースラインの要素ですが、ウォーキングベースラインを学ぶためには、レッスンを受ける必要があります。私はこの後、ウォーキングベースラインをお見せします。それで、あなたの耳で学んでください。ウォーキングベースをこの速さで演奏するのは、かつての私の気を狂わせました。とにかくなかなか正しく聞こえるようにすることができませんでした。単純にスケールを上下に走っているようにしか聞こえませんでした。私がクロマチックの音をベースラインにどのように実装するかを発見したとき、私は助けられました。どのようにしてクロマチックの音について知ることができたのですか？それは単純に他のベースプレイヤーが何をしているのかを聞いて、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 彼らのベースラインを書き起こしてみた結果でした。私は全ての生徒に言っています。疑問や問題がある場合は、何か苦労している課題を素晴らしく実践できている人を見つけて、単純に彼らが何をしているかを書き写してくださいと。このプロセスを経ることで、彼らが正確に何をしているのかが明らかになり、同じことをするためのツールと知識を提供してくれます。251進行でのウォーキングベースラインを演奏する際に、パーシー・ヒースがマイルス・デイビスの曲チューンナップでベースを演奏している時のラインは最良の例です。正直なところ、私自身、これで251のネタには困らなくなりました。ベースラインが絶えず移動していると同時に、指示的で堅実に動いています。この音源のベースラインの2つのコーラスを少なくとも聞き取ると良い練習になるでしょう。ある種の和音に関連した基地のメロディー通称リックを持つことができるように、251進行のウォーキングベースにも基地のアイデアを持つことができます。ほとんどが短い4音および8音のフレーズセルです。これらはどのような組み合わせでも使用でき、素晴らしいウォーキングベースラインを作成することができます。いくつかのセルを作成し、いつでも251進行のウォーキングベースラインを演奏する必要があるときに、即座に始めるポイントを持って、それらをインスピレーションにすることができます。ではこれから、マイルス・デイビスによって有名になったチューンナップを演奏します。実際にはこの曲はエリビンソンが作曲しましたが、マイルス・デイビスが最初に録音し、人気を博しました。この曲は最初に1953年と1954年に録音されたトラックを収録したマイルス・デイビスのアルバム、ブルー・ヘイズに登場しました。その後、1956年にリリースされました。これは素晴らしいアルバムで、このビデオの後で、ぜひ Apple Music か、Spotify か、YouTube でチェックしてみてください。
このアルバムには素晴らしいミュージシャンたちが集まっていて、なんとベース奏者のチャールズ・ミンガスまでが一曲でピアノを演奏しています。とにかくチューンナップは素晴らしい251の練習になるので、今日はどのようにしてウォーキングベースを演奏するかを学びましょう。チューンアップには32小節の形式があり、3つの異なるキーセンターを循環し25進行があります。この楽曲では B メジャーが使われており、ダイアトニックな251コード進行を経て3つのキー中心 B メジャー、 C メジャー、 B フラットメジャーを巡っています。しかしこの曲の独特の特徴は、楽譜にリピート記号や第1、第2の再現のエンディングが付されており、演奏の中で再現の部分を取り上げるかどうか、どのエンディングを選ぶかを忘れやすいという点です。さらに演奏のテンポが 200bpm を超えることが一般的であるため、楽譜を読む際に迷子になる可能性も高くなります。なので直ちにコード進行を覚え、構成を内面化するといいでしょう。楽譜を見ないで曲を暗記することは、自然な演奏、高い集中力、自由な表現、信頼性の向上につながります。それではこの曲のベースラインを聞いてみましょう。ちょっと待ってください。楽曲のベースラインに入る前に、この曲は非常に速いテンポで演奏されることがよくあり、 200bpm 以上のテンポは比較的標準的です。そのため最初の一歩として 100bpm 程度で練習を開始することをお勧めします。練習の際には2つの主なアイデアに焦点を当てています。1つ目はウォーキングベースラインでシーケンスを演奏することです。つまりあるパターンを繰り返し演奏し、うまくいかない間は次のパターンに移らないことです。2つ目は次のパターンへの移動をスムーズに行うことです。それでは始めましょう。最初にトップから歩いて下っていき、それから戻ってきます。そしてこの4小節のパターンはリズムにわずかな変更を加えながら、次の25の間で基本的に同じパターンを演奏します。次に B フラットメジャー7をウォークアップし、 G マイナー7の7度である F を通過して E マイナーに向けて上昇します。そして E マイナー7を下っていき、 B フラットメジャーから A7 に向かって上昇します。ここまでのパターンを演奏します。その後 E マイナーから A7 を経由して B メジャーへウォークアップして、 B メジャーから B マイナーに向かってウォークダウンします。そして G7 オン D を通過して C メジャー7を演奏します。そして B フラットの2516進行に移ります。最後に D のに向けて251進行が行われます。そして B メジャーから A7 に向かって上昇させます。次にそれが E マイナーから始まるセカンドコーラスの終わりです。最初のコーラスの最後の行の調和を示しています。251をいろんなキーで覚えたい人は、単にこの曲を覚えればいいのです。
そしてこの曲の始まりは単なる通常の D メジャースケールの251で362ではありません。ウォーキングベースラインは多くのパッシングノートを使用しています。そして251で成り立っています。 D メジャーの251、そして C メジャー、そして B フラットメジャーに移ります。でも最後に D メジャーに戻ります。ありがとうございました。また次回まで。お疲れ様でした。